仙台市泉区にある標高1172メートルの泉ヶ岳。登山口近くの駐車場には登山愛好家のほか、警察や消防などの関係者などおよそ100人ほどが集まり、遭難や登山事故がないよう安全祈願の神事が行われました。今日はだから足ならしいです、完全に。福島から来てまして、はい、なので、まあ、ゆっくり歩き山歩きを楽しみたいですね。警察によりますと、去年県内で発生した山岳遭難は20件で1人が死亡しています。これからのシーズン、無理のない登山計画で十分注意しながら登山を楽しんでほしいと話していました。